女性天皇は日本における女性の天皇のこと。古代から女帝とも呼ばれていた。とりわけ現代においては、皇位継承問題の議論が盛んとなった2004年以降、日本の公文書や報道では女性天皇の表現が用いられることが多くなった。いわゆる女系天皇と混同されがちだが、異なる概念である。日本では過去、初代の神武天皇から金城天皇に至る。 歴代126代天皇の中で8人10代の女性天皇が存在した。そのうちの6人8代は6世紀末から8世紀後半に集中している。彼女ら全員が男系祖先に天皇を有する男系女性天皇である。したがって女性天皇と非皇族の男性との間に誕生した人物が天皇となった例は日本の皇室史上で一度もない。なお、 全員独身で即位し、上位以後も独身を通した。奈良時代末期から江戸時代初期までの900年近くにわたって、女性天皇は誕生しなかったが、平安時代末期の賭場天皇の御子であった。古内親王が、この上天皇宝御時と安徳天皇清掃時の皇位空白の際の二度にわたって、皇位継承候補として名前が挙がっている。また、 即意識の際の礼服ご覧の儀の際に、女性天皇の礼服が用意されていたこと、鎌倉時代の文学作品である、鳥替え場や、物語には不婚内心王の女性東宮、我が身にたどる姫君には、天皇の皇妃だった内心王の女性天皇が登場していることから、中世前期において実現こそしなかったものの、女性天皇の可能性は意識されていたとする考えもある。なお、 江戸時代中期の1704年6月、東山天皇が5歳の姫宮への上位の意向を示しているが、幕府の承認が得られず実現しなかった。他にも、神宮皇后も天皇の歴代に数えることが近代以前は行われた。飯出王女は古事記では、李中天皇の娘、日本書紀では、四辺おしん美子の娘であるため公式には天皇とされていないが、 不創略記に第24代井手天皇とあるため、天皇として扱うべきとの意見もある。二人とも男系祖先に天皇を有する。上記のように、女性天皇とは個々の天皇の性別に基づいて区別する概念で、あるが全く別の概念である女系天皇と混同されることも少なくない。女系天皇とは、その天皇自身の男女の性別に関わらず、 母方のみから、皇室の血統を受け継ぐという血筋に着目した概念である。二つの概念を組み合わせると、男系、不系の男性天皇、男系、不系の女性天皇、女系、母系の男性天皇、女系、母系の女性天皇の四通りがあり得ることになる。なお、皇室は、初代天皇である、神武天皇からの男系の血統であるため、現実には、 皇室から、神武天皇からの女系の血統を受け継ぐことはありえない。また、女系天皇が誰からの女系であるかについて定義はない。ちなみに、歴史上の女性天皇はすべて男性の行進と婚姻しているため、その子孫が皇位についても男系天皇とされているが、それは女性天皇の子孫による皇位継承がなかったことにはならない、という見解がある。 例えば、文武天皇は、天武天皇の孫であると同時に、自童天皇の孫でもあったためにその子孫は、天時、天武良天皇の直系子孫として、皇位継承において、特殊な地位を占めたとする説がある。また、和道八年二月二十五日に、元明天皇が、自身の娘である、君内親王と長屋王との間に生まれた子供は、天皇の彦ではなく、天皇の孫として、 扱うように命じたことも、傍傷として挙げられる。ただし、女性天皇が婚姻をした事例はすべて即位前でかつ、配偶者はすでに死去していたこと。そもそも女性天皇を含めた女性の行進は、平安時代前期まで、男性の行進以外との婚姻が認められていなかった。ために、男系のつながりのない女性天皇の子孫は、存在し得なかったことに注意する必要がある。 一般的には、危機の記述を尊重し、過去に存在した8人10代の女性天皇は、全員が男系血統であり、また、女性天皇が皇族男子以外と結婚して誕生した子が、皇位継承したことは一度としてないとされている。このことから、女性天皇は、結果的に男系男子から男系男子の中継ぎの役割を果たした。詳細は、 各天皇の項目を参照のこと。第33代、水古天皇、金明天皇の御子。夫で伊伯兄の美達天皇の崩御後、同母兄の陽明天皇が大王位に立つが2年で、崩御。その次は、伊伯帝のス春天皇が即位するも5年後に暗殺。昭王子の候補擁立勢力に対立が予想されたことから、これを抑えるため周囲に勧められ自身が大王となる。 老いの馬やとを皇太子としたとされる。第三十五代、皇玉天皇、美達天皇の彦。夫で、おじの除名天皇の崩御後、後継の有力候補に対立があったことから、覚勢力の妥協案として、大きさきから大王に即位する。皇太子は立てなかった。六百四十五年、木の富の変により、蘇我いるかも含め蘇我思想家が滅亡。この政変により、 同母弟の慶巳子に上位した。皇徳天皇は、皇玉天皇の子で、木の富の変の死亡者であった、中野大江の王子を皇太子に立てた。第37代、斎明天皇皇徳天皇の崩御の前年から、皇太子、中野大江の王子との不和が表面化しており、直大王への即位は大王くらいの強奪に見える、恐れがあったため、高祖母村の皇玉天皇が、第37代、 西明天皇として62歳で即位した。また、これまで、通り、中野大江の王子が皇太子の地位にあった方が実権を持ちやすいと判断したという説もある。即位した、西明天皇は、全権を皇太子、中野大江の王子に委任した。西明天皇はそのまま崩御するまで在位し続けた。中野大江の王子は、西明天皇の崩御後は調整し、 数年の後大王となる、第四十一代、児童天皇、天智天皇の御子、天武天皇の皇后、皇后時代から政治に参画した。天武天皇には御子が十人おり、このうち五人は天智天皇の御子を母に持っていた。皇后の子、草壁御子が皇太子となっていたが、皇后の姉、大田王女の子である、大津御子も有力な後継候補と期待されていた。 天武天皇の死の約1ヶ月後、大墨子と34名が、無本の罪で逮捕され、翌日に、大墨子は処刑された。一味として逮捕された者のほとんどは放免された。ことからも、草壁美子の対立候補を抹殺したのは、明らかだった。こうした混乱から即位が見送られるうちに3年後、近親婚の結果として病弱であった、草壁美子が皇居してしまった。そのため、 その翌年、天皇として即位した。大丈大臣に、母の羊は劣るが、天武天皇の長子で実績ある、高市美子を据えた。高市美子は、実質の皇太子と目されていたが、7年後に皇居。これを受けた軍神の協議により、草壁美子の維持で14歳の慶美子を皇太子とした。半年後、慶美子に上位し、日本史上初の大丈天皇となった。 第43代、玄明天皇、天智天皇の御子。草壁御子の日で、文武天皇の母、文武天皇が25歳の若さで崩御し、維持、首御子は、わずか7歳であったため、即位した。首御子は、父、文武天皇と同じく14歳で立大使した。翌年、玄明天皇は、上位したが、時代は皇太子、首御子ではなく娘の日高内親王だった。 第44代元章天皇、草壁御子と元明天皇の御子、文武天皇の同母姉、元明天皇の上位により即位した元章天皇この時すでに36歳であったが、未婚であった。なぜ未婚だったのかという仮説の一つが、元章天皇の即位が早くから予定されていたからではないかということである。文武天皇が創生する可能性を見越して備えており、 もし岩礁天皇に夫がいた場合この後輩にも即位の可能性が出てきてしまうため、これを酒直系継,継承を続けるために結婚しなかったというものである。以後の女性天皇たちもこれを踏襲し、生涯独身を貫くこととなる。岩礁天皇は9年在位した。藤原夫人及び元明大乗天皇の死から2年後、45歳の岩礁天皇は、 首巫女に行位を譲った。第46代貢献天皇、聖武天皇の巫女。聖武天皇と光明皇后との間には、巫女が一人生まれたが溶接した。皇后に巫女の誕生を待つため、王女の安倍内親王が立大使した。初の、そして、史上唯一の女性皇太子である。その後、皇后に巫女は、生まれず、皇后諸生ではないが、 聖武天皇の唯一成長した巫子の朝香神皇も17歳の若さで皇居した。岩礁大城天皇崩御の翌年、聖武天皇は自身の出家に伴って皇太子安倍内神皇に上位した。こうして第46代皇賢天皇となった。即位した皇賢天皇だが実権は皇妙皇太后にあった。聖武大城天皇は 宝御に際して、同僧を皇太子にする遺言を残したが、しかし翌年には、同僧は敗太子となる。その後に建てられた王位王に上位した。第48代、聖徳天皇順任天皇への上位の2年後に、皇明皇太后が宝御すると、もともと関係が良くなかった、皇権大上天皇と順任天皇の状況が、緊迫化する。この二人はそれまでの大上天皇。 天皇官とは違い、後見が順人を自分で選んだわけではなく、続き柄も七神道も離れている遠い親戚にしか過ぎなかった。764年順人天皇と縁の深い藤原、中丸が反乱を起こして廃止した。そして順人天皇も後位を追われ、淡路に配慮した。こうして後見は、史上二人目、現在でも最後の例となる重曹次第48代。 聖徳天皇となった。第109代、名称天皇、ゴミズ天皇の御子死事件で幕府に激怒した、ゴミズ天皇が幕府への通告を全くしないまま、当時7歳の教師内親王に上位。治世中は、ゴミズノ上皇による陰性が敷かれ、実権を持つことはなかった。14年後御母帝の小筆都市親王に上位。第117代。 五桜町天皇桜町天皇の御子、当園天皇の異母姉、当園天皇が二十二歳の若さで崩御、御子の秀人新皇が五歳の幼さだったこと、石管家が法暦事件の時のように天皇との対立を恐れたことから即位、八年後追いである御桃祖の天皇に上位して上皇となった。水子天皇には美達天皇との間に、 次男後ジ女いるが男子は、武田巫女は若くして皇居、終わり巫女は、聖徳太子の日である立花の大いらつめを設けている。ものの詳細は謎である。皇玉、西明天皇には、女明天皇との間に、天智天皇や天武天皇がいる。その、天智の王女、慈藤天皇には、天武天皇との間に、草壁巫女が、同じく、天智の王女、元明天皇には、 草壁美子との間に、岩礁天皇、文武天皇、君内神皇がいる。しかし児童、現名の男階子孫は、後見天皇らを最後に途絶えてしまっている。現象、後見、名称御桜町の各天皇は、生涯独身だったため怖い,いない。宮中祭祀においては今なお伝統を重んじ、何人たりとも常に正常な状態でなくてはならないと、される。 検書で妻子に携わる内承店は外出時には、家界の、汚れを宮中に持ち込まないよう専用の衣服に着替える。死も、汚れとされるので内承店は、拝命時、身内が既得に陥った際にはまだ命のあるうちに宮中を離れるようあらかじめ厳命される。身内の不法を宮中で聞いた内承店は、汚れとなるので、着ていた着物などはすべて処分しなければならないという。 そして、女性特有の出産や月経も神道においては穢れである。月経は負けと呼ばれ、最も穢れた状態とみなされる。さて、天皇は最小であり、歴史的に見るとその最も重要な務めは神事であったとされる。しかし、女性であるが、ゆえの穢れが定期的に生じるのを避けられないがために、江戸時代の女帝たちは、 天皇の本質的部分である祭祀を不安定、不十分な形でしか行えなかった。女帝にお触りがある際には代行できるものは摂政や仁義伯が代行した。しかし、天皇自身が行わねばならない祭祀は中止された。名将天皇は在位中に司法派や小朝派を行わなかった。五桜町天皇は司法派にも新滑祭りにも出業しなかった。 後桜町天皇の大上祭は当日がお触りになった際には後日行うという二段構えの計画が立てられた。こうした事情を踏まえると仮に女性天皇が今後実現した場合、日本国憲法に規定される象徴としての世俗的な公務については何ら問題なく果たせるであろうが、伝統的な宮中祭祀に関しては問題が生じることが予想される。 大義による取り行いが不可能な祭祀は延期中止にせざるを得ず大義による取り行いが可能な祭祀とて完全に委任することはできない実例として昭和天皇は大正時代後期に摂政として大敗を行ったが天皇同様の祭祀行為はできず新滑祭りでは蜘物奉納までしかできなかったという戦術のように女性天皇では宮中祭祀に 差し障りがあることが指摘されているが、そもそも日本国憲法は天皇の伝統的な宗教的性格を考慮していない。法的には、象徴天皇としての本質的仕事は国事行為だけであって、たとえ歴史的に天皇の本質的部分とされてきた祭祀を満足にこなせないとしても国家としては構わない。現行の皇室天範第一条には行為は 皇統に属する男系の男子が、これを継承すると定められている。皇族男子は、秋篠宮文人新郎以来、40年間誕生せず、近城天皇の第一子も女子である、年宮愛子内新郎であったことから、女性天皇や女系天皇を容認するように、皇室天般を改正しようとする動きが見られていた。平成18年9月6日に41年ぶりの、 男性皇族である久人新王が誕生したが若年層の男性皇族が不足している問題は解決されていない。2019年10月に共同通信社によって行われた世論調査では回答者の81.9%が女性天皇に賛成と回答している。順序は摂政の就任順。また、 現在皇族男子で最年少は久人親王の14歳である。ありがとうございます。